よし。あ、取れちゃった。全然スムーズじゃない。5 4 3 2 1。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回はサンダーバード2号&救助メカの第38号を組み立てます。じゃん。今回は高速エレベーターカーの上の部分と、それからここ、2号に取り付ける2本の棒が入っていました。じゃあ早速開けていきましょう。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。これまでの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、いいね評価、いつもありがとうございます。はい、それでは38号を作っていきます。頑張っていきます。それではですね、また同じ、これと同じなんですけど、これが2本届きました。で、これも同じことが書いてあって、45号で本組み立てする件、取り外すよ。で、そのまま保管してもらってもいいよ。とブレンズさんが言っています。で、スライドギアが組み付けられると徐々にではあるが、伸縮脚ギミックの構造が分かってくるのではないでしょうか。パーツの形状から、この先の組み立て工程がどのようになるか想像するのも、モデリングの醍醐味ですよ。全く想像がつきません。はい、じゃあこれは R1、R2 って書いてあるんですけど、 R2 をまずつけます。 R2 はこっちの、あれ、長さ一緒だ。 R2 が前です。じゃあこれもちょっと車体を浮かせて、で、くるくるしていこうと思います。こうして、こう、これ奥までいけるかな。前回こっちは奥までいけれんかったけん、どうなんだろう。これもなんか、あ、これは入った。なんかこれがちょっと剥がれました。あ、でも奥まで行きましたね。 OK。 じゃあ反対行きます。これね、反対もこっち回しだから、こう、こっちか。このギザギザをこっちに向けて、あ、なんか向き、ちょっと前回向き見てなかった。とりあえず、まあ、仮組だしと思って、とりあえずはまるのかやってみた感じ。あ、これもね、すんなり入りますね。だけこのこれだけがちょっと全然入んなかった。これすんなり OK。 最後までいきました。できた。ねじ込みました。奥まで。OK だね。はい。じゃあ、このスライドギアの表裏の向きは、本組み立ての時に確定するから、まあ、とりあえず仮組みでこれでいいよ。ということで、2号は、2号の作業は、今回はこれで終わりです。じゃあ、引き続いて、こちらの救助メカ
高速エレベーターカーを完成まで作っていこうと思います。はい。それでは高速エレベーターカーはこれで完成になります。じゃあまずこれからパレットフレームを引っ付けます。こうね、こうしてこうして。どうだったっけ ?3 の文字をこうして3の文字をこうしてで、こっちがどっちも一緒?一緒だね。どっちでもいいか。こう。こうしてこうかドッキがある方が上だよだけこっちが上ですね。はい、じゃあこれでどんどん接着していこうと思います。はい、じゃあこっち側とこっち側につけてピッとしてピッとしてで、すごい前回よりスムーズなんですけど、いやこれがついてからいいよ。それはあー逆だった、間違えた、危ない。こちらね、こうして、あ、スムーズとか言うんじゃなかった、全然スムーズじゃないし、こうして、だいたいここが浮くけんさ、逆で作った方が良かった。うー、これさえつけちゃえばあとは、あーボロボロ、あ、逆にするか、こうして、こうかな、こうして、でこの方が安定感がある気がします。こうして、こう、ほらね、あ取れちゃった、この方が安定感があるよね。よし、枠ができました。しあ取れちゃう。よし、あ取れちゃった、全然スムーズじゃない。くっついて、はい、そしたらこれを接着します。3の文字が上になるから、これがこうでしょ、でこうかな、でこう、ということは難しいな、こうしてこうだ、これで接着か、うん難しい、ここにつけます。このままこうできた?いいじゃん、お、いいじゃん、できた、 OK、
いいね。よし。これでパレットが完成しました。次にこの中をプラットフォームを組み立てます。コンプレッサーがここです。こうしてこの丸いのが大きいのと小さい突起になってるから、大きい穴と小さい穴があるね。じゃあこっちにつけて、こっちもつける。なんでこの向きでこうです。次にコンプレッサーケージ、これを4箇所の穴にケージ前後のやや長いピンを差し込みます。この4本が長いからここに接着。できた。次に油圧ジャッキ、これも接着です。で、こっちが細くてこっちが太いけん、こっちが大きくてこっちが小さいから、その向きで分かりやすい。よし。次にプラットフォームサスアームを取り付けます。サスアームの角が中央寄りになるようにしてね。中央寄り？サスアームの先端が分かってない。ここに取り付けするんだけど、この先端が内側、分かった、この先端が内側になるようにだから、こうじゃないんだ。わかった。サスアームのこの先端が内側になるようにか。だけこうだね。接着です。で、反対側も OK。はい、反対側も先端が内側になるようにして取り付けます。できた。そしたらいよいよこちらを接着していきます。リア側の3箇所の穴に取り付けます。リア側の3箇所の穴にこの3つを取り付けますので、文字のない方がリアだよ。こっちだね。こっちがリアだけん、こうだ。OK。ここに接着つけて、つけるとしたら、この、外側、ここじゃなくて、この、側につけます。すごい、そんなことも分かってきました。いきますよ。あららららら、タイヤがくるくる。なんか前回苦労したのはどこへやら。入ったよ。入ったよ。こっちが入るとでもこっちが抜けそうなんだけど、同時にどうやって押さえたらいい？こういう感じ？
できたね。できた。完成。わあ、できちゃった。これでいいよね。文字がない方がリアで、こっちが前だよ。できたできた。はい、3号の高速エレベーターカー3号が完成しました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。じゃあこの高速エレベーター3号とこの2号の、あ、2号もうなんか持てないな、これ2号の今回は、ここに4本これが取り付けられたのと、仮組ですけど取り付けたのと、それから高速エレベーターカー3号がを作りました。結構ね、この救助メカについてはもう3つ目なのでちょっと慣れててすんなり作れました。ありがとうございました。それでは、タンサックでは週に2回模型作りの生配信をしています。視聴者さんをタンサック団と呼んでいます。タンサック団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をしてタンサック団に入団しませんか？タンサック団はあなたの入団を待っちょよ。それでは、次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。またね。タンサックの動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではデアゴスティーニさんの週刊シリーズやガンプラなど模型作りを紹介しています。また週に2回 YouTube ライブも配信していますので遊びに来てください。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みのあなたは、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。